こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。日本は天国。初心者向きの副業、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート、特別モニターを募集しています。まずこの動画を見て、あるいは記事を読んで、一番下までスクロールして、オーストラリア,アマゾンチャットワークサポート、特別モニター募集ページを見てください。初心者向きの副業、 初心者が稼ぐために大切な三つのこと。一つ、簡単に始められる。二つ、すぐに結果が出る。三つ、続けていれば上りエスカレーターに乗っているように稼ぎが増える。この条件を三つともクリアする副業がオーストラリアアマゾン室です。輸出で稼ぐスキルがあれば不安なく生きていける。私はアマゾン室のサポートをしながら世界を旅して暮らしています。 今この動画は、ポルトガルのポルトから車で10分ぐらいのところにあるマトジーニョスというビーチで滞在して、今動画を撮ってます。まあその他にも、これはオークランド。オークランドは、去年、今年か。行ったオークランド、ニュージーランドのオークランド。それから毎年滞在しているシドニー。こちらはロンドンの自然植物館。 こちら、ストックホルム。スウェーデンのストックホルム。これ、ドバイ。これも会員さんに稼げる輸出サポートを提供しているからでき,てできることです。サポートを受けていただいている会員さんに感謝しています。これは去年年末に提出していただいたサポートを受けている会員さんの売上実績です。30日間で34,454ドル。これは、380万ぐらい。 で、利益率が30%ですから約120万弱です。これをこの会員さんは、まあ誰か外地を使うとかそういうことなしに、自分一人でマイペース、マイペースだって1日4時間ぐらいって言ってましたね、働いてる時間。それでこれだけの売上を上げています。他にも22,157ドル、1539ドル、7,669ドル、6,828ドルと、 もう副業には十分、あるいはね、本業にしても十分暮らしてくるだけの売り上げと利益を上げています。私でも月30万円稼げますか私ならいくら稼げますかよくいただく質問です。本音を言わせていただくとやってみなきゃわかりません。とんでもなく稼いだ人も結局やってみなきゃ何もわからないと言っています。世界一の大金持ちチフペゾス。 ね、資産18兆円。18兆円ってね、もうよくわかんない金額ですけど、まあ、ジェフ・ペドスのもっと失敗するなら早く。どうせダメなら早く分かったほうがいいと。100倍になる投資で勝率が10%あるならすぐに投資するというのが、ジェフ・ペドスのポリシー。そのジェフ・ペドスが作って、現在、世界最大のネットショップになっているアマゾン。100倍になる投資で勝率が10%以上あります。 すぐに投資した方がいいです。すぐに始めた方がいいです。始め方は、まず、この、サイトの一番下までスクロールして、え、オーストラリア,アマゾン、チャットワークサポート特別モニターページこちらを確認して、サポートを受けて始めれば、100倍になる投資の、え、スタートです。それから、スティーブ・ジョブズね、32兆2000億円。これはね、もう亡くなってますので、スティーブ・ジョブズは、奥さんの、 ローレン・パウエル・ジョブスさんの資産学ですけど、スティーブ・ジョブスのもっと3ヶ月なんてま、頭は持ってないと。一晩で成果を上げてほしいと。とにかく早く成果が出ることをやれと。失敗を覚悟で望み続ける。それがアーティストだと。安全にやろうと思うのは一番危険な落とし穴なんだと。まあ何が一番安全って普通の人は何もしないのが一番安全だと思いますけど、まあそれが一番危険な落とし穴ということですね。そして日本一の大金持ち孫正義さん。 ね、資産総額、2兆4000億円。2兆4000億円っていうのもよくわかんない金額ですけど。まあ10秒考えてわからないものはそれ以上考えても無駄だと。10秒以上考えるのは無駄だ。ソフトバンクの経営会議は全てが直ちに決定され即実行となる。ソフトバンクには検討中という言葉はないと。ヤフー o ー BB のスタートはね、あらゆる面で最悪でした。ソフトバンクの通話品質はおそもつのものです。 しかしソフトバンクのオーナー、ソンんは日本一の資産家。まあそれもこれも10秒考えてわからないものなそれ以上と考えても無駄だ。やってみるというのが、えー、こうそうして日本一のオンガニ口になっています。ユニクロのファーストリテイリングの柳井さん、資産2兆600億円。行動してみる前に考えても無駄です。失敗していい。恐るべきではないと。楽天の三木谷さん、資産5660億円。 行動するために考えるのではなく、考えるために行動する方が大事。結局、やってみなきゃわからない。何もしなきゃ何も変わらないです。そして、日本で収入を得ようと思えば地獄。しかし、海外で収入を得るための仕入れ場所として考えると、日本は天国です。これね、成功と失敗の勘違いなんですけど、多くの何もできない人、動かないでじっとしてる人はね、 始めたら成功し続けて目標達成するってイメージで言いますけど、まあ実際は、ね、えー、億万長者の方々が言ってるように、失敗ってのは必ずあります。初めて失敗して学習して、また失敗して学習して、で成功する方法が分かって目標を達成するという流れなんでね、まあ何もしなきゃ何も変わりません。ただ、Amazon 室においては、ね、 致命的な失敗をしたらもうその場で参加権なくなりますんで、そうならないために、まあ私のサポートを受けて始めてください。まずは、このね、サイトを一番下までスクロールして、オーストラリアマゾンチャットワークサポートの特別モニター募集ページ、そちらを確認してください。今動画でご覧になっている方はね、スクロールとかできないじゃんって。 なりますんで、動画の説明欄にね、そのチャットワークサポート特別モニター募集ページの URL が貼ってありますので、そちらをクリックして申し込みページを確認してください。何しろ、大切なのはやることです。何もしないで現状維持では厳しい未来が待っています。今すぐに Amazon 輸出を始めて、自力で稼ぐスキルを身につけてください。チャンスは限られています。今、オーストラリアの Amazon バブルが発生する直前です。 以前もヤフオクバブル、楽天バブル、アマゾンバブルがありました。乗り遅れれば参加費も上がりますし、配分は減ります。今ならオーストラリアアマゾンで大きく稼ぐチャンスです。やることは単純。サポートメールマガに書いてある通り実行して楽しむだけ。アフィリエイトのように気抜きいたコピーを書くとか、アドセンスのように魅力的な文章を何千ページも書く必要はありません。あなたがするのは買い物だけです。